枝が揺れてます。こちらでロープで引いてます。ゆっくり倒れてきます。こうやって切るんですね。自然環境教育番組 To the Nature のお時間です。川崎には生まれたての森があるんですよ。0歳です。赤ちゃんですね。こんにちは赤ちゃんという、まあ、歌がありますけれども、こちらの森が赤ちゃんなんです。それではママとパパは市民なんです。どういうこと。さあ面白い取り組み、今日は皆さんにご紹介しましょう。鳥のさえずり聞こえますでしょうか。はい、今日ですね、四つ田緑地にやってきています。もうだんだんこの新緑の、緑も徐々に深まってまいりまして、本当に緑濃い季節になりました。とっても爽やかな季節になってきましたね。今四つ田緑地の中を歩いています。この四つ田緑地が開放日であること、そして、この森を整備する日であるということから取材に伺いました。こちらの森は NPO の皆さん、市民の皆さんが協力して整備を行っています。四つ田整備隊です。今日は四つ田整備隊を取材しますよ。今日の作業はこの公園の道路側に立っている桜の木、この桜の木ですね、もうとても太くて立派なんですけれども、上の方がちょっとあの道路の方に出ていまして、もし万が一この道路の方に倒れてしまうと危険ということで、危険なところを、まあ、部分的に切って整えていくということだそうです。はい、道路側に来ました。道路側に出ますと、横から見ますと、幹が道路側に出っ張っているのが分かります。しかもちょっとね、枯れているというか、ちょっと古いというか、枯れているようなところもありますので、これがね折れて歩行者や車に問題にならないように、今こちらを取り除くということです。道路側に出ている幹を倒す作業がこれから行われます。はい、今ですね、細いロープを木の枝に引っ掛けて、いるところなんですけれども、今先ほどと同じようにロープをかけているところです。はい、今度は参加者の皆さんがロープを引っ張るということで、引っ張り方を指導を受けています。はい、これから、3本目ですね。三角にこう切り込みを入れるんですね。でそれをあの受け口って言います。で、あそこまで切ったら、今度反対側の方にちょっと切れ目を入れていくと、この三角に切った方に倒れてくる。あー、なるほど。あれをね、三角の受け口というそうです。受け口。これは受け口といって、三角に切り込みを入れているところです。今度反対側を切っていきます。そうするとね、手前に倒れていくそうです。追い口と言います。今追い口を切っているところです。今倒れた桜の大きな幹をですね、どけるために今チェーンソーで切っています。チェーンソーの音聞こえますか。今ね、幹をチェーンソーで切っています。はい、こちらにね、切った桜の木です。樹齢どのぐらいなんでしょうね。本当に太くて立派です。でもこれでね、あの道路側に起こしてね、事故があったらいけませんので、このように整備をしています。はい、私は今ですね、大善寺四つ田緑地に来ています。今日はこの緑地を整備されている NPO 法人国際自然大学校、小川七代さんにお話を伺います。小川さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。小川さんは、ニックネームがあるんですよね。
そうですね。私の名前、かぼちゃんと言います。大人も子供も同じ名前で呼んでもらえるのと、こう、少し不思議な名前があると、親しみを込めて皆さん呼んでもらえたりしているので、我々スタッフは全員ニックネームをつけて、ニックネームで呼び合っています。ヘルメットにニックネームが書いてあったかな？そうですね。もう私は小川さんって言われるよりは、かぼちゃんって呼ばれた方がスイッチが入りますので、必ずもう呼んでほしい名前はすべてかぼちゃんと書いています。ありがとうございます。はい、かぼちゃんです。皆さん覚えましたか？今度ね、こちらに来たらかぼちゃんって呼んであげてください。今日は、この緑地の整備があるということで伺いました。公園というとなんか整ってるような、イメージがあったんですけれども、こちらは緑地といって皆さんが整備されているというところなんですね。そうですね。もともとは企業の保養所があった土地で、10年以上手つかずのままだったので、草は伸び放題、木が折れたりとかしているのを今人が入れるように整えているところです。今日はなんと木を伐採してましたね。はい、道路に出ている借りてる桜がありましたので、折れて誰かが怪我してしまう前に今日は切らせていただきました。それも全部ボランティアさんの手のお力をお借りしてやっています。NPO さんや地域の皆さん、そして住民の皆さんも参加されてましたね。はい、四つ田整備隊といって、で皆さんの手で、森を作りましょうということで、整備活動や保全活動をしているということで一般募集をして、来ていただいています。月2回でしたっけ？はい、だいたい月2回から3回で、整備活動や保全活動を行っています。ぜひ皆さんもね、体験していただきたいんですけれども、私たちの普段の生活にはないような、とてもたくましいというか凛々しい作業でしたね今日。はい、ありがとうございます。まあ今日はチェーンソーを使って木を切ったりしましたけれども、普段は手のノコギリを使って草を刈ったりですとか、お花を植えてみたりですとか、そういった活動もやっていて、まあ基本は里山暮らしに近いようなのを目指して活動を行っています。で今日は特段こうたくましいような作業だったんですね。そうですね、今日はいつもよりたくましかったと思います。はい、木を切ったりね、丸太にして運んだりってしていますので、ちょっと重労働なところもあったと思います。さすがね、里山ということで、この切った木をポーイじゃなくて、これ役に立つそうですね。はい、一番は割って薪にして、まあ、薪割りの体験の活動にしたりですとか、ここは焚き火ができるのも魅力の一つですので薪にしたりしています。あとそうならないものはですね、階段の横木にしたりですとか、土留めといって土が流れないようにするものの材として使ったりしています。いろんな、ね、工夫があって、切った木が役に立っているということです。今日本格的な、ね、チェーンソーを使われてたんですけれども、やっぱりそういうようなお勉強もされて。そうですね。安全講習を受けて、きちんとした、資格ではないですけれども、使うために必要な基準というのはクリアをして、作業に当たっています。ちょっと、怪我のね、心配もありますので、やっぱりそこら辺はきちんとされ、安全管理されてるんですね。そうですね。きちんとヘルメットをかぶるですとか、周囲に影響がないかを確認する環境整備ももちろんですし、やはり、作業してくださる方が常に屋外にいますので、水分補給ですとか、適度な休憩などをして、気持ちよく体が動かせるような配慮はしています。本当に作業したい、だーっと汗が出てくるとね、またね、これが気持ちいいんですよね。そうですね。あと目に見てわかる達成感がありますので、今日なんか木を切って、それを片付けて危ないなと思っていたものがなくなるし、なおかつ体を動かして気持ちがいいので、そういう意味ではやったれる方のこう気分転換ですとかリフレッシュにもなっていると思います。今日初めて参加された方もいらっしゃったんですけれども、丁寧なご指導がされているようにお見受けしました。ありがとうございます。やはり興味があって来てくださってますので、できるできないに関わらず、やれることを少しずつっていうのと、どんな形でも関わることで自分のが森のこう管理の一部に伝わってるっていう感覚にもなるかと思いますので、広く募集をして、いろんな方に来ていただけるようにしています。これは川崎市さんからご依頼があってなさってるんですね。そうですね。整備の内容ですとか、活動内容は我々で考えてはいるんですけれども、基本はここは特別保護緑地ですので、まずは森の保全、緑を守りましょうっていうのが第一の目的になっていますので、回数を設けて全てがこう森の循環につながるような活動ということで考えています。素晴らしいと思います。私たちの住環境にこういうような緑地があることを本当に幸せに思います。これからも頑張ってください。応援しております。
はい、ありがとうございます。日々変わる緑地ですので、ぜひいろんな季節に来ていただいて、四季折々の自然とカスタマイズされていく様子をご覧いただければと思います。お待ちしております。楽しみにねしていきましょう。私さっきね見つけたんですけど、今森の中で眠っているのはメンマ。メンマ、そうですね。実は竹林もありまして、竹林も放っておくとどんどんタケノコが伸びて竹になっていきますので、タケノコのうちに伐採をして、収穫というんですかね、除去駆除をしてメンマにしています。メンマプロジェクトって日本全国で今、まあ、各地域で少しずつ増えていて、まあ、一応食べる竹林整備というふうにして、ただ切って無駄にするのではなく、次の資源にいや資金になるように循環をさせましょうということで、食べる竹林整備という言葉を、お聞きしたので、四つ田緑地でもやってみたいなということで今回挑戦をしてみました。土から出てき頭を出してだいたい1メートルいかないぐらいのところで切っています。これは孟宗竹といってちょっと固い竹なので、竹の子として食べるにはちょっと固い竹の子を選んでいます。あ、なるほど。こちらに孟宗竹と普通の竹の子もあるんですか？はい、もちろん土に眠っていて、それは掘り起こさないと見つけられないんですけど、そこからニョコニョコ出てきたものをメンマとして使っています。あ、それはもう竹も増えちゃって皆さん困ってますもんね。そうですね、はい、竹は長いのって早いのって1日で20センチか30センチぐらい伸びちゃったりするものもあるので、早いうちに、駆除をしたりして、竹林が混まないように整えています。なるほど。これ今も眠っている、まあ、発酵中って書いてあるんですけれども、いつ頃になったら食べ頃になるんですか？はい、4月の末にタケノコとして塩漬けにしていて、約2ヶ月間乳酸発酵させます。そこからですね、梅雨が終わった晴れ間が続く日に、外で天日干しをして乾燥させます、うん、その後は食べ頃ですかね。今も食べられはするんですけれども、とてもしょっぱいので、うん、保存食としてなるように今は漬け込んでいます。これ開放日に振る舞ったりするされるんですか？今年はですね、まあちょっとどのようにしてっていうのは考えていますけれども、できれば次の竹林整備の応援になるような形で皆様にご提供ができればいいかなと思っております。これ作るときに市民の皆さんも参加されたんですよね？あ、そうですね、メンマプロジェクトの開放日の特別プログラムとして設定をしましたので、予約制で参加者の方今回11人来ていただいて、メンマプロジェクト一緒に行いました。楽しみですね。このように開放日というのがこの緑地にはあって、市民の皆さんが自由に入れるような。そうですね、はい、大体週に1回程度開放日ということで門を開けています、うん、まあお散歩に来ていただいたりですとか、焚き火もできたりしますので、子どもたちが焚き火を遊んでみたりですとか、その季節に応じた植物や昆虫を探したりなど、自由に遊んでもらえるということで、四つ田プレーパークというふうに名前をつけて開放しています。今焚き火ダメ、ボールダメとか、もういろいろね、もう規制が多い公園が多いですからね。そうですね、こういうほど怪我につながるとかいうのがなければ、基本はこうやりたいことがやれるのがいいなと思ってますので、ダメとは言わず、何ならできるだろうっていうのを提案して工夫しながら遊んでねっていうのはいつも子どもたちに伝えています。これを、いつ開放日というのは、これはどこを調べれば皆さんわかりますか？はい、四つ田緑地のホームページ、またインスタグラム、フェイスブックの、ウェブ上で情報を開示していますので、あとは正門に月間のスケジュールがありますので、そちらをご覧いただければと思います。ぜひね、小さなお子様をお持ちの母様とかね、そうでなくてもコロナ禍であっても、まあ、表でね遊びたい方もいらっしゃると思うので、ぜひね皆さんね、こちらの四つ田緑地遊びに来ていただきたいと思います。こちらの四つ田緑地というのは、私来る時にね、タクシーの運転手さんが知らないよというふうに言ってたんですけれども、いつオープンされたんですか？はい、2021年の7月にオープンをしました。まだ1年経ってないです。おー、出来たてほやほやの。そうですね。はい、まずはオープンできるようにボランティアの方のお力をお借りして、広間の草刈りから始めて、階段を作ったりしてオープンをして、1年かけて少しずつカスタマイズをしています。私もね、公園っていうとなんかもう整備されてるのが当たり前のような何か勘違いしていて、こうやって市民の皆様と一緒に作っていく森があるんだっていうことを今日初めて知りました。木々が、まあ、自由奔放に伸び放題伸びたりしてね。
そうですね。やはり、人の手が入らないと、無秩序に森はどんどん広がっていってしまうので、やっぱり里山として人の手を入れて自然と共存ということで、森が長く生きていけるように作っていきたいなと思っています。で、開放日というのは何かイベントもされてるんですか？はい。基本は、自由に来て遊んでくださいねって言っているんですけれども、この間のメンマのように、こう、特別プログラムとして、こう、これやるよっていうのをインスタグラムなどお伝えしたりしてますので、何があるのかなっていうのはぜひ、インスタグラムなどを楽しみに見ていただければなと思います。様々なことされてるんですよね。私ね、いいなと思ったのはソーラーお料理教室。ソーラークッカー、はい。天気がいい日にね、太陽光だけでお湯が沸かせるから始めて、この間はカレーを作ってみたんですけれども、自由に置いてありますので、ちょっとこう、理科の授業じゃないですけど、そんなのも含めて、そういう小物がいっぱい置いてありますので、そういうのを見に来るのも楽しいかなと思います。こんな大きな広場で、この手作りのカレーをね、なんと太陽光で作っちゃうっていうのが、また勉強にもなりますね。そうですね。それは私たちスタッフのね、食事としていただいてるんですけども、なんかその発見だけでも面白いかなって思いますので、はい。あとはね、生き物なんかもすごく豊富にいますので、ただ伸びた草の中にこう走り回ったりするっていうだけでも今の公園にはなかなかない経験かなと思いますので、そんなのも含めて遊びに来てもらえたらなと思います。川崎市はね、政令都市の中で唯一緑地が増えているということで、皆さんがね、こう活躍されているっていうのが本当に大きな意味があると思います。国際自然大学校さんではその他に独自でイベントというか、野外の活動されているとお伺いしましたけれども、ご紹介していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。当団体はですね、青少年教育施設の運営ですとか、あとは夏休みや冬休み、あとは土曜日日曜日にですね、自主企画のイベントを開催しておりますので、子どもたちと一緒に山に行ったりですとか、川に入ったりとか、冬はスキーをしたりなど、その季節に応じたプログラムを都度提供していますので、ぜひホームページご覧いただければと思います。対象はね、広く設けてますので、ぜひホームページ見ていただいて、幼児さんから本当は大人のプログラムまで数多くやってますので、はい、興味があるものをクリックしていただければなと思います。一人じゃっていう時に、誰も支えないっていう時には、こういうプロの方と一緒に行くっていうのは、ちょっと安心ですよね。そうですね。はい。同じ川崎市ですと、黒金野外活動センターなんかも常にイベントとかを開催したりしてますので、そういうのも合わせてご覧いただければ、自分の興味に合ったものに参加できると思います。ありがとうございます。はい。それではですね、この里山の大切さ、小川さんに伺いましょう。はい。やっぱり人の手が入らないと、自然っていうのはどんどん荒れていってしまいますので、里山というのは、こう、人の手を混じって、自然、に手を入れる代わりに我々はその恩恵をいただくっていうその共生ですね。そこが里山の大事なところかなって思います。はい。なのでまずは手を入れて、その後我々が恩恵をもらえるように、はい。そしてまた自然に還元できるように、これからも四つ田緑地をどんどんグレードアップさせていきたいなと思っています。私たちがこう、自然に生かされてるっていうのは忘れちゃってるんですよね、普段ね。そうですね。今日みたいに木を切ったりして、あの重さを感じて、自然って偉大だなっていうのを感じたりもしていますし、やはり木がないと我々生きていけませんし、やっぱ生活の中に木っていうのはとても重要なワードになってきますので、すごく大切にしていきたいし、やはり切ったものっていうのは無駄にやせず有効活用して、それも里山の還元の一部になってますので、循環できるようにしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、NPO 法人国際自然大学校、かぼちゃん、どうもありがとうございました。木を倒すのを間近で見るって、皆さんご経験ある方いらっしゃいますか？私はテレビでは見たことはあったんですけれども、間近では初めて見ました。迫力ありました。私は今回見学だけだったんですけれども、次回はぜひ一緒に参加してみたいと思いました。皆さんにもぜひ経験していただきたいなと思います。整備隊の皆さんは、どちらに木を倒すのか。これ重要ポイントだと思うんですけれども、安全性を考えて作業する前に相談されていらっしゃいました。そしてロープをどうかけていくのか、1本なのか2本なのか、そのかけたロープをどの方向に引っ張るのか、これもね、危険性を伴う作業ですので、慎重に検討されてから実施されていました。切った
丸太をどのように運ぶのかなと見ていましたら、紐を引っ掛けて引っ張ったり、あとはまあ細かく裁断して持ってね運んだりされていました。参加者さんの中には桜の切り株をこうお庭のね椅子に持って帰りたいわなんておっしゃってる方もいらっしゃいました。本当にね自然のものですから、あんなこう木の切り株がね椅子になったらおしゃれですよね。なかなか売ってないですからね。はい、ということで今日は大善寺四つ田緑地で活動されている四つ田整備隊をご紹介しました。今回は開放日と重なりました。そう、開放日っていうことはそうなんです。普段はこの四つ田緑地施錠されています。ですので皆さんね、開放日とか整備日、そしてイベントありますので、ぜひね SNS とかネットで確認してからお出かけくださいね。市民が作る森、いかがでしたでしょうか。川崎は本当に市民力がありますよね。これは単に人数が多いということではなくて、活力のある、まあ、行動力のある方が一人でもいらっしゃると、自分もやってみようということで徐々に仲間が集まって、そしてね大きなコミュニティが生まれていくんだなというふうに思いました。市民が自分たちの住んでいる地域に積極的に関わるっていうのは、まあ、この町自体の活力に息吹が湧いてきますよね。とてもね良い取り組みだと思います。本当にこの川崎というのは、この大きなね森ができるときに大規模な商業施設とか大規模な何かこうマンション群とかね、そういうのにしなくて森にしてくださったっていうのは、本当川崎市に感謝申し上げたいと思います。よかったですよね。本当に森がある町っていいですよね。本当もう川崎市ゴミが少ない町、子育てしやすい町、住みやすい町、本当に川崎でよかったなと思います。またね四つ田緑地でイベントがあるとき、またね私も遊びに行きたいと思います。皆さんもね遊びに行ってみてくださいね。ということで、あっという間にお時間経ってきてしまいました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。マイハルリお便りで検索しますと、この番組のお便り送信フォームが出てきますので、そこからメールで送ってくださいね。引き続き川崎 FM でお楽しみください。今日はご紹介ですね、 NPO 法人国際自然大学校のかぼちゃんとしていますので、皆様ね声高らかにお願いいたします。ではいきますよ。来週もトゥーザネイチャー、来週も自然の中でお会いしましょう。